皆さんお疲れ様です。今回は6分間の夜ヨガを行っていきます。一緒にリラックスしていきましょう。まずはじめ、あぐらの姿勢から両足の裏を合わせ、お尻のお肉外側にかき出し、座骨を床につけていきます。そのまま背筋を伸ばし、上半身背中曲がらない程度に前に倒していきます。股関節のストレッチを行っていきましょう。呼吸は鼻から吸って鼻から吐いて、リラックスしながら行っていきます。股関節硬くて痛い方は、膝の下にクッションやマットを置いて、痛みを緩和しながら無理せず行っていきましょう。それでは背中の力を抜き、体だらーんと前に倒していきます。呼吸は止めず、鼻から吸って鼻から吐いていきましょう。合席のポーズは無理せず行うことがポイントです。それでは上体を起こし、今度手のひらカップハンズ、お椀のような状態にして体をねじっていきます。お尻側の手の親指がお尻のそばに来るように、後ろの手で背中を支えながら体ねじっていきましょう。背筋を伸ばした状態で行っていきます。反対も行っていきましょう。呼吸は続けていきます。それではマット短い方を正面にしながら、手はお尻の方向に置き、体をねじっていきます。左の足の上を右足が通り、床にしっかりと足の裏をつけ、お腹を外側に突き出すようにねじっていきます。お腹の表面しっかりと伸ばしていること確認しながら行います。反対も行っていきましょう。呼吸は続けていきます。それでは足と頭を下げて仰向けの状態になっていきます。両膝を立て、お尻の下で腕を組み、腰を上に持ち上げていきます。膝から肩一直線、セツバンダーサナ、橋のポーズです。そのままキープしていきましょう。それではお尻を戻し、今度は両足を上げ、つま先を持っていきます。股関節周り、無駄な力を抜き、リラックスしながらキープしていきます。ハッピーベイビーのポーズです。
呼吸は続けてキープしていきましょう。両足を閉じ、両手で抱え、軽く前後に揺れていきます。それでは勢いを使い、体を起き上がらせ、背筋を伸ばしてあぐらの姿勢に戻っていきます。深呼吸をしていきましょう。外側から手を広げ、息を吸い、頭の上で手を合わせていきます。吐きながら手を下ろし、もう一度行っていきます。吸って持ち上げ、吐きながら下ろしていきます。胸の前で合掌、これで終了となります。素敵な夢を見てください。今日もお疲れ様でした。